どうも、くまです。本日はアグロネクロを使ってランクマッチ潜っていこうと思います。まあ昨日ねプラクティスの超級2を全部やって、まあ一応動画上げたんですが、まあその時使ったデッキですね、まあ面白かったんで、今日もね引き続きアグロネクロでやっていこうかな。まあ今日もまた負けるまでいきましょう。デッキの変更点は特にないっすね。結構もう変更することがほぼないかなって感じの今ネクロになってるかなと思います。まあネフティスとかねとは比べて後半戦あんまり強くないんですけど、まあ前半でねいかに削れるかが勝負かなと思ってます。はい、お相手はドラゴンと、よろしくお願いします。ママ、ルナを守ってね。家族を守るために。さあ1コスから動けるのは大きい。シャドウリーパーは後半でいいので交換しちゃいましょう。さあ123と揃ってる。あとドラゴンの場合はブレイジングがあるんで、そこだけ注意ですね。まあちょっとヨロメクがブレイジングで狩られちゃうかな。うん、じゃあレッサーマミー出しときますか。サラマンダーブレスか。なるほどな。じゃあ3コスはラピッド出して、まあフェイスでいきましょう。フリズンか、ちょっとうざいっすね。うーん、4コス、まあ、ヨロメック出して、あ、ウゴメック、まあ、ヨロメック、ヨロメック出してみるか。さあ、託戦、伝令と。なるほど、ウルズのコンボをちょっと決めさせてくれなかったな。じゃあ、デモスト打って。ヨロメック不死者を進化させて、フェイスいきますか。陶器。ユニコか。なるほどな。で、ユニコ進化と。ユニコだってやればできるんです。で、取ってこられるか。あ、でもケルはいいですね。ケル出して、まあココつけて進化でいいっすかね。さあ残り6点。グリムリーパー、グリムリーパー進化して勝ってくる感じか。その魂、冥府に送り届けて。なるほどな。うん、それじゃあちょっと遊ぼうかしら。死を乗り越えるか、死を乗り越えるか。さあもう少しで、あ、今耳打っとけよかったかな。フリズン、託戦、アイボリー、勝ちましたね。こっから回復はないんで。終わりだ。カースドで終了っすね。オッケー。死よ、我が鎌に。見事なもんだ。ここのカースドが大きいよな。守護貼られても、まあ上から叩けるというね。さあまずは一勝。やっぱアグロネクロ使いやすいわ。もう初心者にもおすすめですね。
もう私がカード初心者ですからね、カードゲームの。とりあえず A ランクユーザーにはなりましたけど、まあ AA とか結構厳しいっすね、やっぱり。さあ、第2戦目はイリス。苦手な相手の筆頭ですね。やっぱ何が苦手かって、消滅させられて、全然墓地がたまんないのがきついな。さあ、1ターン目は動けず。こっちは1ターン目動ける。これが来るんすよね。これがうざい。でも、法典1枚、ここで使ってくれたのはありがたいんじゃないか。はい、法典2枚目。法典ラスト1枚しかないっすね。ただ、あれだな。まだ、除去はいっぱいあるからな。向こうも。何もしてこないのはうざったいな。じゃあ、ウルズで。あー、レディアンス？どういうデッキだこれ。まあ刈り取られるが、まあそんなに痛手じゃないな。まあこれはフェイスいって、ネクロアサシン使っちゃって我の復活を望んだから。フェイスに行きましょう。テミス。まあこれは仕方ないっすね。いや、ここはラピッド出しでいいんじゃないか。デモンストライクはいつでも決めれるからな。レディアンス。これエイラーなのかな。ちょっとこの耐えられてる感が辛いな。ラピッド。じゃあこっちはカーストでいきますか。でラピッド進化させてフェイスに行きましょう。あー、なるほどな。視点しか。さあ、ラスト進化権を向こうも使ってくる。我がシルベに従うがいい。さあ、残り10点決めればいいんで、勝ちですかね。OK。よーし、危ない。オッケーオッケー。怖いなー。結構序盤何もできませんでしたね。さすが、イリス。お、グラブルのケルベロス。オッケーオッケー。2連勝。さすがアグロネクロ。このテンポの良さがいいっすね。勝っても負けても早いっていうね、さあ次がまたドラゴンか。なんかドラゴン多いな今日。さあ行こう。うわー、ちょっと手が悪い。ネクロアサシン取っとくワンチャンあるな。あー、まあよろめくか。さあ、ここで何引いてくるかが重要っすね。
ああ、シャドウリーパーラピッドと234が動けますね。一応託せん、これは早く回られるとかなり厳しいんで、もうバンバンフォロワー置いてきましょう。サラマンダーブレス、まあこれは仕方ないかな。ムシュフシュと、さあ4ターン目ネクロアサシン置くかどうかだな。ファイヤーリザード1ダメ食らわせて終了か。まあでもネクロアサシン打つしかないか。いや、横に並べてみるか。ガブッと行くわよ。うん、これはちょっとムシュフシュが怖いんで交換しとこうかな。フォルテか、フォルテ進化。これは痛いね。うん、これは武闘案件だな。さあお互い11点。ドラゴンウォーリアー進化して、まあ死なないよねこれじゃ。で交換か。なるほどな。じゃあここはケルベロス出して、まあミニ撃っとくか。オーディンか。うん、結構うざったいな。俺に手を出そうってか。聖者ってうるさすぎ。あるからに不安を引き立てる。よしよしよし、フォロワーが徐々に並んできてる。あー、オリビエか。きついね。私を怒らせたな。まあこれも武闘案件になっちゃうな。さあフォロワー引きたい。オッケー。じゃあウッド打っちゃいましょう。我が意志ぶっ飛ばせません。レナと遊ぼう。うるさいものは。勝った。オッケーオッケー。よーし、3連勝。今のあれか、ブッド打たずにケルベロス出した方が安全だったのか。もうちょっと考えればよかったな。まあでもテンポよく3連勝っすね。いや、アグロネクロ強いぞ。あ、キットだ。これはディスカードドラゴンに入ってるやつっすね。たまーに見るね。さあ4戦目もドラゴン。ドラゴンだらけだな。でもドラゴンはね、そこまでネクロ相性悪くないと思うんですよね。高校なんでこれでもいいかもしれないな。闇の従者だっけ、あれが欲しいね。3で、まあラピッドか闇の従者、まあどっちでもいいわ。さあ1ターン目は動かない。まあこれはお互いっすかね。まあ私は動くか。うん、スケルトンファイターはまあこれはもうしょうがないね。
出さないよりは出した方がマシ。さあ2ターン目。おお、スカルビーストいいっすね。あ、ブレイジングこいつにかけてくるかな。たくせん。あ、ドラゴンニューフェストか。さあ3ターン目スカルビーストしか出せない。あー、プリズムうぜえなー。これはうぜえわ。あー、これはうぜえな。デモストぶっ放してもなー。これはウルズ進化で取りますか。ちょっとウルズもったいないけど。定めの輪から逃が断りを知りなさい。さあ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 、手元で6点は確定。まあファントムハウル入れれば11点か。11点のカースドの4点で15点か。まあ、それにしてはあれだな。よろめくか。ここでよろめくは弱いな。新たなる運命。プリズンか。まあ来るわな、そういうのが。ケルが来た。ケルが来たのは大きいね。じゃあ進化剣使って。まあ除去っちゃいますか。で、ファントムハウルで。さあ残り5点。おお、エンハンス7の失踪か。これは厄介っすね。おお、でもラピッド来たのはでかいな。でもここはケル出しましょう。でケル進化の、あ、攻撃対象にならないのか。やべ。進化して、私たちならきっと超えられるよね。6点パンチ食らう。勝った。よっしゃ。オッケー。あぶねー。よし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 。まあフェイス力なら負けないよ。4連勝ですね。よし、じゃあ今日はここまでにしよう。4連勝できたね。それではご視聴ありがとうございました。